NT- にデジタルマイクロカセットは、オーディオ用気記録テープの規格の一つである。型番ないし、その由来となった技術的特徴から、NT テープ、NT カセットとも呼ばれる。ソニーの独自規格であり、販売していたのは、レコーダー、テープともソニーだけである。レコーダーの商品名は、スクープマン。レコーダー、およびブランクメディアなどはすでに販売が終了している。 デジタルマイクロカセットという故障は、マイクロカセットのデジタル版内紙ダットのマイクロ版といったあたりである。主に会議やインタビューなどのボイスレコーダーとしての使用を想定しており、現在の IC レコーダーに相当する。非常に小型でありながら、ステレオデジタル録音が可能であり、音楽鑑賞に耐える音質を実現していたが、同じヘリカルスキャン方式を採用するダットと異なり、 頭出しは全くできない。そもそも、第1号機、NT-1 の登場から9ヶ月後の1992年11月には、同じソニーから MD の1号機である MZ-1 が発売されるなど、当初から、ポータブルオーディオとしては、位置づけられていなかったことが伺えた。1995年に後継機である NT-2 の発売時に制作された。 テレビ CM は、書斎で広げた切手のコレクションに紛れた NT テープをピンセットで拾い上げ、それを再生するとヘッドホン越しに歓喜の歌が流れるというウォークマンに近い内容であった。IC レコーダーの普及機とぶつかったこと、定価10万円以上とボイスレコーダーとしてはあまりに高価であったことなどから商業的には失敗に終わった。発売されたレコーダーは NT-1 と、 NT-2 の2機種のみであり、NT-2 は1999年末まで生産が続けられたが、2004年末までに終売となった。また録音用テープとクリーニングテープの供給も2011年4月末をもって終了した。ギネスブックの1994年版に量産されている世界最小のテープとして掲載された。メモリーが作られる前まではこのテープを 固定電話の留守番録音として使われていた。いくつかの音声録音可能なメディア小型のもので、比較しても SD カード並みの大きさであることがわかる。切手台の磁気テープに音声をデジタル記録する。回転ヘッドとしては珍しく A 面、B 面がある。規格は以下の通り。カセット内部にテープガイドが内蔵されており、ヘッドがカセットに一部食い込むようにしてテープが巻きつく。 ソニーではこれをノンローディング方式と呼んでおり、レコーダーの小型化に貢献している。また、ノントラッキング方式は、時期記録メカニズムとして、他方式には、類例のほとんどない本機の特徴であり、型番、NT もこれに由来する。録音日時の同時記録が可能であったが、頭出し機能や、ランダムアクセス機能は、一切なく、特に、ダットレコーダーの代用で使用した場合での、 実用性は本来のダットレコーダーに対し、はるかに見劣りするものであった。1992年2月発売の第1号機、オートリバースやデジタル入出力は搭載されていない。1995年11月発売の第2号機、オートリバースが搭載され、音切れのないメモリーリバースを実現した。また、操作ボタンがフェザータッチになり、 付属のリモコン付きヘッドホンによる操作もできた。音楽再生を意識した設計といえる。再生時にノントラッキング方式による読み出しを行うのが最大の特徴である。NT の名称はこのノントラッキングに由来している。通常のヘリカルスキャン方式では記録されたトラックを再生時に正確にトレースしなければならない。これをトラッキングと呼ぶ。家庭用ビデオテープや ダットなどではこのトラッキングが自動化されているが、本機においては小型化のあまり機械的な精度を保つのが難しく、トラッキングを取ること自体が非現実的となった。そこで、あえてトラッキングを取らないまま重複してデータを読み出し、時間軸がバラバラになったこれらのデータをメモリー上で再構築することで正確な信号を再生することにしたのである。これが、 ノントラッキング方式であり、小型化と高信頼性を両立させることが可能になった。この方式での再生は、デジタルマイクロカセットの他に、ダット・オークマンの再生専用モデルや、マイケローミブでも行われている。なお、データの欠落を防ぐため、再生時には、録音時の約2倍の速度でテープをトレースしている。アメリカ・コロラド州ボルダーに存在していた、ダタサーニックス社から、 NT テープを利用したコンピューター用外部ストレージ、ペリオスが販売されていた。1994年7月に発表され、1995年3月に定価499ドルで発売が開始された。パソコンとは、パラレルポートで接続し、重さは 300g 以内、アルカリ乾電池2本で駆動できる。転送速度は、無圧縮時で5メガバイト、秒。 圧縮時で10メガバイト秒1.25ギガバイトのデータを圧縮して1本のテープにバックアップできると交渉されていた。当初は MS DOS と Windows 3.1のドライバが付属し、1995年12月には19.95ドルで Windows 95用のドライバも提供された。アメリカの有力パソコン雑誌の以下の各賞を受賞している。なお、 1994年頃に創業されたダタサーニックス社は1996年頃に消滅した模様である。特に録音、再生における高帯域を必要としないハードロックおよびポップス、歌謡曲、演歌などに最適とされていた。デジタルマイクロテープ国内販売終了のご案内。日本国特許条特開閉7から17万578。 ザ・フリーライブラリー。ありがとうございます。